はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね。なんだろこれ、お詫びコインってなんだよ。なんかお詫びする気満々なんだけども、まあないよりはいいかなと思います。なんかでも微妙な補填だよね。まあでもですね、僕は特に購入していないので、今回特に関係ないので特に何も言いませんけども、正直微妙です。さあ今日はですね、お宝集めやっていきます。必殺 G の秘伝書までは無理やり集めました、というかまあ横取りしたんですけども。そして今日はですね、こちらバステとのお宝集めいきます。なんとか自力ドロップで3色までいけたんで、残り5色は横取りでいっちゃいます。っていうかもう横取り行くしかねえだろっていうね、状況に追い込まれています。さあトーナメントの方はね、今優勝回数63回ということで、さあ今回のメインパーティーはさらにちょっと前回の横取りパーティーからさらにブラッシュアップしました。ヒーローパーティーでいきます。僕らのヒーローヒカキンさんをですねセンターに置いて、そしてスーパーヒーローたちでね周りを囲んでいます。なので最強です。僕にとってはね、この絶好仮面もねスーパーヒーローですよ。さあさらに仮面ライダーも入れて超最強、負けるわけがないパーティーでいきたいなと思います。さあ今回は不気味のパーティーなんで、まあ、周回中のね豪傑勇ましを狙っていこうかなと思っています。特にまあ豪傑パーティー今回ね周回している人多いかと思います。マッチングしねえじゃねえか。ちょっとパーティー変えます。さあ不気味に対してプリチポカポカでね受けようかなと思います。おそらくこれは不気味で豪傑勇ましを狙っているパーティーだから、まあ不気味染め、お罠パーティーかよ。マジか、これはしてやられました。最強シカパーティーがボロ負けじゃねえか。ちょっと幸先怪しくなってきた。しかも一色取られている。これは微妙っすね。やっぱ最強ヒカキンさんパーティーで行くしかないのか。さあ豪傑、これこそ周回パーティー。さあここからは課金です。やばいよね。さあなんとか勝っていきたい。もう横取りチケット完全に過骨しています。さあいけんのか。ヒカキンさん強え。そして絶好門行きましたね。やはりこのスーパーヒーローパーティーが最強なのか。さあこれで1色取り返しの3色スタートラインに戻りました。やばいよねこの取った取られたの繰り返しでね、消耗していく時間とお金だけを消耗していく、これ一番やばいパターン。さあ勇まし狙っていきます。不気味の最強ヒーローパーティーで、さあチケット買います。いくぜ。さあ行ってくれよ。お微妙っすね。センターで勝って、おギリギリいけるか。おセンター勝ちだけでなんとかいけた。やべえ今回やばいです。さあやっと残り4色、もう横取りスタートしたらあとには引けねえ状況なんでね、もう行くしかありません。思った以上に苦戦している。さあ豪傑、これは周回パーティーか。取得チャンスさえ発生しなければワンチャンあるか。さあどうだ。マジかよ、センター勝ちからの、やべえむっちゃ強えじゃねえか。おチャンスタイム到来。これはかなりチャンスですよ。チャンスタイムはねかなりオンされます。なのでもう一生あるのと同じぐらい。さあ豪傑いきます。今度こそ豪傑っぱじゃないのかい。さあスーパーヒーローパーティー、お豪傑っぱか。チャンスタイムオン C の勝ちます。種族相性センター勝ち、いったぜ。地味になんか両脇防衛してんな。危なかったね。チャンスタイムなかったらちょっと危うかったですけども。さあ残り3色、
こっからが本番です。ちょっとなかなかマッチングしなくなってくるんで、この戦力をね少し下げます。その方が多分マッチングしやすいでしょう。さあ今回プリチーの種族チャンスも使っていきます。さあこれでうつら影カウンターを狙っていきます。豪傑狙ううすら影をこのプリチーポカポカで攻める。おっ、これはいいんじゃないの。うすら影パー、そこをシュカパーティーで受けていく。いきましたね、キティちゃんも。さあいきました。さあそしてこっからだよ、残り2色。お、横取りチャンスタイム来た。これワンチャンあるんじゃないの。しかしこっからいきなりマッチングしなくなります。出てきたとしても王族のむっちゃ強いよくわかんないパーティーばかり。これではもう勝ちようがありません。僕の場合は特殊能力持ちキャラないのでセンター勝ちは必須です。さあやはり最強ヒカキンさんでいくしかないか。戦力をね下げるとマッチングしやすくなってきます。ただ勝ちにくくもなる、ここが難しいところ。さあちょっとパーティー変えながら調節しながらいきましょうか。プリチーでちょっと戦力も少し下げながら、まあ下げてもね要するに種族相性で勝てばいいんだよね。だいぶ出てくるようになりました。さてうすら影カウンターパーティー狙っていく。さあこれはどうだ。おお、チャンス到来。センター勝ち、センター勝ちでかい。やべえ、負ける、負ける。いきましたね、なんとかなんとか無理やりいきました。さあそしていよいよラスト1色、ここは一番難しい。さあパーティーやはり最強ヒーローパーティーでいきます。さあここは不気味のね種族チャンスも発生するんだけどマッチングしねえ、恐るべし。ちょっと戦力下げます。このマッチングしないのやめてほしい。お、豪傑アシュラさん、これはワンチャンあるか。いきます。さあ高血っぱなのかい。おっと、むっちゃ強い、なんだこれ。あ、しかし種族チャンスでひっくり返しの相性勝ち、高血っぱいきましたね、仮面ライダー。やべえ、超やべえじゃねえかこのラスト。いきました。さあこれでなんとかですね集めることができました。今回の横取りはやべえ、もう汗だらだらです。さあバステッド来たぜ。これはね強いらしいですよ。さあこれで横取りのミッション、ちょっとまだこれ15回とか20回とか無理なんだけど。さあそれではアマテラス、ちょっとねバステとの力試してみたいと思います。これで封印もですね全て終わりました。さあバステとですね、こちらなんか一緒に使うと新妖怪のねダメージがアップするということで、これはちょっと新妖怪と一緒に使ったらすっげえ簡単周回ができるのか。さあちょっとねダメージチェックしていきたいなと思います。まあ、僕が今回対象のキャラはですねこのスサノオとサゴ城しかありませんサゴ城ね、もうこれはですね爆死の末に手に入れた思い出深いキャラですよ。さあまずはバステとの猫パンチ58000、そしてスサノオタップでデカプニー、お10万超え、そしてサゴちゃん49000、微妙っすね。結局なんか
倒しやすくなったのか。微妙っすね。強くはなったけども、どうなのこれっていう感じは否めません。ちょっとこれからね研究していきます。